ちょっとね、半熟になってくるんですよ、卵白が。これ卵を潰しますよね。これ全体混ぜるんです。どうも、料理の先生、スイジです。はい、ということでですね、今回はですね、至高シリーズでございます。今回はね、もう究極至高中の至高です。マジ自信あります。僕は今回めちゃめちゃ自信のある至高レシピ、これです。至高の TKG です。はい、皆さん、卵かけご飯って食べますか？食べる方多いですよね。生の卵は大丈夫な方だったら食べると思います。これがね、いや、まあ本当にね、全然もう卵バーって割ってね、ガチャガチャってやって食べるだけでめちゃめちゃうまいんですけども、今回ね、ちょっとした工夫でですね、卵かけご飯が1000倍うまくなる、そんなですね、至高の卵かけご飯、ちょっと卵かけご飯ってちょっと早口言葉みたいなね、なんかね、あんまり舌が回んないね。ということでですね、今回はね、至高の卵かけご飯をやっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。材料なんですけども、はい、ご飯 150g、 できれば測ってもらった方がいいんですけど、茶碗1杯です。要は卵、僕はね L サイズ卵使うんですけども、 M サイズとかだったらご飯ちょっと減らした方がいいかもな。で、今日はちょっと卵かけご飯を食べさせたいスタッフがいるので、2つ作っていきます。調味料はね、まずお醤油です。濃い口醤油いつも使ってます。ボトルの方がいいです。普通のボトルのだと酸化しちゃってうんですよね。なので、こういう醤油が一番開けたてがずっと続くんで美味しい。あと味の素、味の素で卵かけご飯を食べてない方、この動画見たら絶対にやってください。あんまりこういう言い方したくないんですけども、人生損してます、本当に。卵かけご飯は味の素が一番うまいです、本当に。で、あとオリーブオイル、これだけね、あんまり使わないと思います皆さん。で、オリーブオイル、もしくは米油、これはお好みで大丈夫です。はい、じゃあこれからちゃんと説明しながらやっていきます。ということで、至高の卵かけご飯を作る上で、何が必要かといったら、やっぱね、卵かけご飯、酒かけリュウジ、酒かけリュウジを作っていきたいと思います。今日はね、外れ玉が2つしかない。バカルディホワイトラム、夏だからね。で、ここにソーダを注いでいきます。僕の朝ごはんですね。いただきます。あー、すきっとすんなこれ、ほんとうまい。レモン絞りたいね。はい、はい、はい、ということで、酒かけリュウジが出来上がったところでやっていきたいと思います。はい、それではですね、やっていきたいと思います。まずですね、これ冷やご飯ですので温めます。あったかいご飯、あったかいって言っても、80度とかじゃダメなんですよ。90度のご飯、じゃあ90度のご飯ってどうやって用意するのかって言ったら簡単です。レンジに入れればいいんです。はい、レンジで熱々にしたのが90度、もしくはまあ100度ぐらいかな。それぐらい熱々でいいです。大体ね、冷やご飯でね、茶碗1杯 150g のものを1分20秒から30秒やると90度ぐらいに、もうだから触って熱ってなるぐらいです。で、炊飯器で炊いたまま保温してあるご飯ってあるじゃないですか。あれって大体80なんですよね。なんであれじゃダメなんです。80度のご飯じゃダメなんです。だから釜で保温してたご飯であれば持って電子レンジに20秒ぐらいかけて、必ず90度のご飯を用意してください。これ一番大事です。ご飯の温度がすごい大事。今回は簡単だからこそものすごくこだわります。なんで90度のご飯じゃないといけないのかっていうのはこれから説明します。多分ね、面倒くさくて80度でいいやってやる方いらっしゃると思うんですけど、全然味違うと思うんで、逆にやってほしい。逆にやってから今回の90度のご飯でやってほしいぐらい全然違います。熱い、はい、熱いご飯できました。湯気がもへっと立つやつね。で、ここに卵なんですけども、全部入れちゃダメです。ここで皆さん全部入れますよね。ここでね、割った卵を入れるか溶き卵を入れるかしますよね。違うんです。卵白だけ入れてください。卵白だけです。卵黄は間違っても入れないでくださいね。いや、もうそんな一緒だろうと思われるかもしれないですけど、もう全然味違うんで、これね、卵白全部落としてください。で、卵黄は別で取ってちょっと面倒ですけどね。そしたらここに味の素ね、味の素で、皆さん卵かけご飯食べたことありますか？これ3振りね。味の素っていうのはほぼ卵かけご飯のためにできたもん。味の素ってじゃあなんで入れるのかっていうと、味の素って、旨味だけつけてくれるんですね。で、他の余計な鶏ガラスープとか本出汁とかあって、カツオの香りとか鶏の香りとかがするんですよ。でも卵かけご飯ですから、卵の香りとお醤油の香りを一番生かしたい。だから味の素なんです。だからね、味の素で食べるのがこの卵かけご飯で一番卵かけご飯になるんです。本出汁とかでやったらね、卵かけご飯 with カツオになっちゃうんでね。で、ここにオリーブオイルを小さじ2杯入れてください。
これはね、ご飯にね、油分をね、入れていくってすごい重要なんです。で、オリーブオイルっていうのは、ものすごく醤油と相性がいいですから、これはね、オリーブオイル、僕おすすめします。ただ、オリーブオイルってちょっと青い香りがするんで、それが卵の香りをちょっと阻害するな。卵だけの風味がいいなっていう方は、米油を使ってください。こういう米油ね。米油っていうのはもともとお米から取れた香りが非常にね癖がないんですね。なのでオリーブオイルの青臭いのがちょっと苦手だなっていう方は、米油使ってください。僕は個人的にオリーブオイルが全然好きです。で混ぜる。そうするとこのご飯の熱によってですね、卵白がですねちょっと固まってくるんですね。ちょっとね半熟になってくるんですよ。卵白がトゥルッとした感じがですねちょっとね濃厚になるんですね、火が入ることによって。だからちょっと半熟卵みたいな感じがする。で香りはすごくねいいオリーブの香りがしてます。でオリーブオイルもあのエキストラバージンオリーブオイルを使ってくださいね。エキストラバージン、今日はあのスーパーにどこでも売ってるやつなんですけども、お好みのオリーブオイルで大丈夫です。エキストラバージンオリーブオイルって一番搾りなんで癖がないんですね。今日はねほとんど素材の味で食べるんで結構語ります。これでオリーブオイルのコクと醤油と合う香り、あと味の素の旨味で、卵白はいい感じに半熟に固まりました。卵かけご飯一つ作るのにどんだけ熱弁してんだって感じですね。でも全然味違います。そうしましたらここに、卵、卵黄ですね、乗せていきます。はい、ほら美しいですね。もう本当にもうねガッキーみたいですね。じゃあここにお醤油なんですけども、几帳面にやられる方は測ってください。僕は卵かけご飯は単体で、ずるっとあのちょっと味濃いめに食べたいんで大さじ1弱入れます。薄味が好きな方はね小さじ2とかあの小さじ1半とかでもいいと思います。これはお好みです。僕はねあの大さじ1弱じゃないですか。僕はこうやってこうやっちゃいます。であとはね徐々に増していけばいいんで、ちょっと今回小さじ2ぐらいにしました。最初に濃い味をつけちゃうと後でね、調整が難しくなりますから。ということですね、これが、まあ、なんてことないんですけども、至高のですね卵かけご飯完成でございます。はい、それではいただきたいと思います。いただきます。こっからも食べ方ありますからね皆さんね。これ卵を潰しますよね。潰したらこれ全体混ぜるんです。全体を、このやり方がね一番卵の味が分かります。全体混ぜてください。普段の卵かけご飯よりも全体が重たくなってるのも分かると思います。これなんです。これが僕の求めている最高の卵ご飯。じゃあいいかな、いただいていいかな。いいとも。ラムがうめえ。ラムと卵かけご飯を食べる人初めてじゃない。うまっ、濃厚。これ絶対これやった方がいいと思う。みんな最高にうまいから。これはこれ以上美味しい卵かけご飯知らない。もうちょっと味が濃いのが良ければ入れてください。僕これぐらいで良かったな。だから小さじ2ちょいぐらいで良かったかもしれないですね。オリーブオイルの香りもすごく立ってるというよりは醤油のアシストをしてくれてますね。でコクだけつけてくれて卵白が半熟になってますんでもったりとします。シャバシャバな卵かけご飯ジュルッと食べてるっていうよりは半熟に仕上げた卵を絡めて食べるような和風オムライス感がありますね。なんかねちょっとね最高にうまい。でちょっと濃いのが好きな方はちょっとねお醤油垂らしていただいて、ここで味変カムジェネーション。削りたてのケズロ黒胡椒。あー黒胡椒の香りすごい。わーわーわー最高にうまい。これ以上の卵かけご飯ないと思う。ブラックペッパーの香りもねこのオリーブオイルと醤油すごく合うね。毎朝これでいいもん本当に。なんなら至高のレシピの中でも俺トップ3に入ると思う。それぐらい好き俺が。そして今回はね卵かけご飯をちょっと食べさせたいやつがいるんでちょっとそいつに、ね、食べてもらおうと。ということで私がさっきと同じような状態で作った TKG でございます、はい、君こういうの初めて。僕初めてこんな間違いない。飲みましょう。ちなみにチョモは味の素で卵かけご飯食べたことない唯一のスタッフでした。初めてです。初めて。なんならオリーブオイルとかもびっくりしてるんですけどね。オリーブオイルね全然違うよ。本当ですか。いただきます。ちょっとかっこいいじゃないですか。うまいっしょ。全然違うんですけど。
純粋にまず味がうまいのと、うん、まず卵白入れたからかなんかすごいふわふわしてます。オリーブオイルどこ行ったんですか。オリーブオイルはね、あのコクになってます全部。あ、なるほど、うん、で、醤油と相性がいいから、あの相性が良すぎてね、多分ね、オリーブオイルの青臭さってあんま感じないと思う。もういないっすね、うん、コクとちょっとね、爽やかさ加えてくれてるなっていう感じだよね、はいはいはい、で、ここに黒の胡椒、これもなんか、うん、洋風なんじゃねえのって思うんですけど、あ、全然違う、うまいっすわ。ブラックペッパーと醤油とオリーブオイルの威力はやばい。ブラックペッパーいいっすね、うん、これがいいっす。これがいいでしょ。これがいいっす。でね、あのこの味にするためにね、味の素入れないとダメ。市販の卵かけご飯専用醤油とかあるじゃん。ありますね、うん、あれはね、大体味の素入ってるから。あ、出汁が入ってないとやっぱり、ね、日本人好みになんないから。でもね、この食べ方って俺は家ですごい当たり前だったんだけど、誰も教えてくれないのね。なぜかというと、味の素を使う料理家さんとかがあのほとんど絶滅してるから。だからこの食べ方ってみんな教えてくれないんだけど、味の素、この食べ方めっちゃうまいですよ。ただご飯一杯食べるのもだけだったものが、なんか急になんかこういいちゃんとした料理に消化した気がします、ね、いや俺もう朝とかこれでいい、これだけでいいもん俺、うん、気持ちいい朝スタートできそうっすね。スタートしてください。これは最後でした。うっす。ということで皆さん、今日の至高の卵かけはいかがでしたか。あとね、びっくりするよ、とてもね濃厚で味のついてる至高の TKG、 ぜひ皆さん試してみてください。今日はたまにはちょっと茅ヶ崎になりたいね。茅ヶ崎なんか何あるの。カチ割りワインってやつね。カチ割りワイン俺を酔わしてどうすんの。いや、酔わない、酔わないでしょ。